はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。最近よくお問い合わせていただく質問なんですが、こちら、アメリカアマゾンって日本アマゾンと比べると市場規模は10倍だって言ってるのは、10倍以上だって言ってるのは分かったけれども、結局競合が多くて商品出しても埋もれやすいんじゃないのっていうことなんですね。先に結論から申し上げますと、日本アマゾンと比べてアメリカアマゾンって格段にやりやすい市場だなって思います。要するに競合が多いだとか埋もれるっていうのを日本アマゾンと比べると全然感じないっていうことなんですね。どうしてこういうことが起きているのかっていうと、私がこういう結論を導き出しているのかっていうと、2つの要因があると思います。まずは1つ目、中国輸入物販系の塾っていうのがめちゃめちゃ乱立しているってことなんですね。言い方悪いですけれども、うぞうむぞうでも誰でも簡単に稼げますせみたいなノリでぐーっとかき集めて、中国から仕入れて母国日本で売りましょう。これは結構アピールしやすいんですよね。日本って日本人ですから、自分の住んでいる国で売るっていうことに対しては障壁っていうのはあんま感じられないと思うんです。だからこそ、そういった塾っていうのが誰でも簡単に初月から月商何百万みたいな、あることないこといやーっと言って人を集めてる。その結果競合が多くなっているっていうのが日本アマゾンに関してはあるんですけど、アメリカアマゾンに関しては、特に中国から仕入れてアメリカで売るっていうコンサルティングに関しては、そもそも私がやってる人ほとんどいないっていうのと、アメリカ英語の壁があるんじゃないのとか、いろいろな皆さんにとってビクッという心理的な障壁っていうのを感じられてしまって、なかなかスタートする人も正直いないんじゃないかなと思うんです。もちろん英語の壁、語学の壁っていうのは払拭することができるようなコンサルティングを私自身やってるんですが、それについてはちょっと今回は詳しく話さずに、また後日別の動画で話させていただこうと思います。とにかく1つ目、中国輸入物販日本アマゾンで出しましょう塾がめちゃめちゃ多いので競合が多いってこと。あとは2点目なんですが、日本アマゾンって後で詳しく話しますが、その商品を展開していくフィールドっていうのが実は結構偏っているんですよね。一方アメリカアマゾンっていうのは、商品を展開していくために、じゃあどの商品を展開していくかっていう、その選択肢がめちゃめちゃ幅広いんですよ。だから結果的にそれなりに競合っていうのは、まあいないわけじゃないけれども、そもそもいろんな選択肢の中で皆さんが出していくので、被りづらいっていう状況を生みやすいのは確かだと思います。その前に、そもそもこういった質問をされる方が誤解しているだろうというポイントが2点あります。しかもこの2点っていうのを誤解したままだと、どのような商売、どのようなビジネスをやるにあたっても実績が出づらいと思います。正直きっぱりと言いますと。ですからこの2点をまず払拭していただきたいんですね。こちら後ろをご覧ください。市場単位でアメリカアマゾンだから競合が多い、アメリカアマゾンだから埋もれづらい、こういったジッパヒトカラゲの考え方っていうのは絶対的な大罰、大 NG なんですよ。っていうのも、市場単位でどうこうではなくて、個別商品単位で必ず見ていく必要があるからなんですね。逆を言えば、もし皆さんが、おい黒沢、あのめちゃめちゃ過密な市場に行って実績出してこいって言ったら、私そこの市場で実績出せる自信が 120% あるんですよ。それぐらい市場動向っていうのではなくて、どのようなスタンスで進んでいくかっていうのが大切なんですよね。これが2点目につながります。一つの市場に、まあ、決めた、フォーカスをした的を絞った後っていうのは、その市場の中でじゃあどんな商品が埋もれづらいのか、もしくはどんな商品が独自性があるのかっていう戦略ですね。埋もれづらい商品っていうのをデータ上しっかりと見定めたりだとか、戦略を臨機応変に立てていったりだとか、そういうことの方が重要になってくるんです。この2点っていうのは腹に落とさないと、正直この何かあったら市場のせいにしたりだとか、逆にその市場が競合少ないからやりゃいいんだ、誰でもできるんだっていう感覚で商品をしっかり精査しずに、ボコボコボコって出して全然売れないじゃねえかっていう風な、なんて言うんでしょう、言い方悪いですけど、すごく卑屈な状況に、もしくは他責にしがちな状況に陥りやすいので、ぜひぜひご留意ください。なんで商品の選択肢が幅広いのかっていうことについて、さらに掘り下げて話をさせていただきます。こちらに書きました。日本アマゾンではですね、男性日本アマゾン、女性楽天って言われているぐらい、そもそも男性色が強いんですよ、お客さんの。さらに日本だと、皆さんの周りのおじいちゃんおばあちゃん、例えばご家族のおじいちゃんおばあちゃんを見てみるとわかるかと思うんですけれども、やっぱりパーセンテージとすれば、高齢者の方がネットでアマゾンで商品を買ってどうこうっていうのはまだまだ少ないんですよね。パソコン触れ
えないだとかスマホをいじれないって人もざらに高齢者の方でいらっしゃると思うんですが、結果的に日本アマゾンってそもそも老若男女のうち、その老の部分と女の部分、まあ要するに高齢者の部分と女性の部分っていうのがごっそり抜けている状況なんですね。ってことは残りの、まあ簡単に言えば若い男の人向けの商品にみんな集中してしまうので、ただでさえ日本アマゾンという狭い市場の中で商品が偏っている、その偏っている商品のトリックみたいな状況が起きているんですよ。一方アメリカアマゾンに関しては男性も女性もアマゾンでガンガン買いますし、高齢者の方もネットショッピングに結構こなれている方多いんですね。理由は簡単で、例えばウィスコンシン州のトウモロコシ畑のど真ん中に住んでいる60歳70歳のロビン夫婦がいらっしゃったとするじゃないですか。周りトウモロコシ畑ばっかりなんですよ。じゃあどうやってショッピングするのっていうと、パソコンでネットでググってアマゾンで購入する、こういうことに慣れてるんですよ。まあ慣れざるを得ない環境っていうのが広大なアメリカの土地の中ではあるわけですよね。だからその結果、高齢者の方でもパソコンを使ってチェックするっていうのがもう日常茶飯。さらに日本とアメリカのお客さんの民族性って言ってしまうと、なんかちょっとぼんやりした言い方ですけれども、この違いも格段に私は感じるんですね。ひしひしと感じます。それは日本のお客さんって重箱の隅をつつくようなクレームを結構言ってくるんです。例えば商品自体には全く問題なくても、外箱の角にちょっとしたへこみがあったら、それに対してブーブー言う方だとか、あとは実際買ってみたらなんか気に入らなかったと、何かしらの理由で、その際に返品手続きはしないで、返品しないで、ただ泣き寝入りするのも嫌だから、めちゃめちゃ2チャンネルに書くような感じでぐちぐちクレームを書く人っていうのがめちゃめちゃ多いように私は感じます。特にアメリカアマゾンメインでやってるので。じゃあアメリカアマゾンはどうなのかっていうとですね、アメリカの人たちってそもそも外箱がちょっと潰れてるだとか、そういったことっていうのは気にしない人がほとんどなんですよ。まあそういう細かいことは気にしない、商品自体が無傷なのであればそれで OK みたいな感覚です。これって実はアメリカだけじゃなくて、日本がある意味過保護すぎるんですよね。日本以外の国の例えば輸送業者って平気で雨ざらしに荷物をポンポンしたりだとか、いきなりボンボン投げたりだとか平気でするわけなんです。よく昔アメリカの映画で新聞配達の子が自転車に乗りながら新聞ポン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 家の方に向かって投げてる映像とか見たことありませんか。あのノリなんですよ。で、あのノリで慣れてるから、まあ、ちょっと角が潰れてるだとか、商品本体がね、ぶっ壊れてたら話は別ですけど、そこまで気にならない人っていうのが大多数を占めている。良い言い方をすれば、まあ、さっぱりしてるというか、サバサバしているというか、そういう部分っていうのが日本と比べると比べ物にならないぐらい存在していると思います。それはですね、これ、アメリカの人たちって、返品は自分たちの当然の権利だって考えているんです。要するに、個人主義の国ですから、自分の権利、英語で言うと、right っていうんですが、そのright は何なのかっていうのをいつも冷静に考えているわけなんですね。Amazonのお客さんっていうのは返品の期間っていうのがちゃんと設けられていますね。で、その返品の期間内であれば、こちらのお客さんの負担なく返品することができるわけなんですが、それを当然の権利だと考えている。かつ、アメリカの人たちって、一言で言えば合理的な考え方をよくするんですよ。結果的に、例えば、なんか気に入らない商品が届いて、で、そこにクレームを書いたところで、商品が交換できるわけでも、お金が返ってくるわけでもないし、そのクレームを書く時間がもったいないっていう考え方っていうのがあって、だったら自分たちの当然の権利である返品の権利っていうのを行使して、自分の本来欲しかった商品に交換してもらうだとか、気に入らなかったんだからちゃんとお金は返してもらう。この権利をちゃんと主張した方が得なわけですよね。合理的なわけです。だから、クレーム書くんだったらさっさと返品手続きしちゃって、本来欲しかった商品を買うことにちゃんと目を向けるというか、そっちにちゃんと視点を移すっていうことがあるんですね。だから結果的に日本と比べるとアメリカっていうのは返品率が高いんですが、往々にして。でもそれって全然悪いことじゃなくて、むしろクレームっていうのが書かれない向こうの人たち、アメリカの人たちっていうのも、まあクレーム書くぐらいだったらさっさと返品するわっていう感覚の方が格段に多いので、結果的にこのクレームに対する処理だとか、あとはいちいち低評価がなんかブワって妙につくことってあるじゃないですか。アメリカの方って平気で高評価を気軽に書いてくれるんですよ。いいものはいい、悪いものは悪いって考えてるんです。だからそこら辺合理的だし、自分の権利を
を主張するし、周りの意見に流されずに私はこれいいと思ったっていう場合は、ちゃんと良かった、エクセレント、グレートって書いてくださるんですね。そういうところも含めて、そういったまあ民族性というか顧客の心理的な感覚も含めて、総じて申し上げると、日本アマゾンよりアメリカアマゾンの方が非常に私は展開しやすい市場であり、しかしながら市場がどうこうっていうよりも、個別商品ごとにしっかりと考えてね、出していただきたいなっていうふうに感じております。というわけで、今回は最近よくお問い合わせでいただく、アメリカアマゾンって市場規模が10倍以上だって言うけれども、競合も多くて埋もれやすいんじゃないのっていうご質問への回答動画として、こちらの動画を撮らさせていただきました。ちなみにこの10倍以上っていう数値ありますけど、これどこで一番体感できるかっていうと、レビュー数なんですね。日本アマゾンとアメリカアマゾンで同じような商品、例えば上位表示されている同じようなカテゴリーの同じような商品のレビュー数見比べてください。日本アマゾンだと何百件とかが普通なんですが、アメリカアマゾン何千件が結構普通なんですね。1000件以上のレビューもザラにあるんですよ。何百件と何千件比べたら単純に10倍ですよね。それによって市場規模が10倍っていうの、もちろんデータもあるんですけれども、そのデータ動向を抜きにして、皆さん自身でもしっかりと体感していただくことができるんじゃないかなと思います。最後までご清聴ありがとうございます。もし今回の動画少しでもご参考になりましたら、高評価、チャンネル登録、また何かご質問ありましたらコメント書いていただければ幸いです。では失礼いたします。